ドリクワガタ族。ドリクワガタ族は、昆虫湖甲虫目クワガタムシカに属する、比較的古いタイプの分類群の一つ。日本を含む東、アジアやヨーロッパ、北、アメリカなどの冷涼な温帯地方に生息する。体長は1センチメートル程度、オスの大顎も大きく発達せず、決して目立った族ではないが、青、緑、黄色など、 色彩変異に富んだルリー色に輝くことから、熱心な収集家も多い。他のクワガタムシとは違い、春から初夏にかけて、標高の高いブナ体に現れる。採集方法はこの属は、ブナの新芽を傷つけて吸収することが知られているため、春に新芽を見て回ることや冬に立ち枯れ倒木などの材を、材割りして、花木室内で越冬中の成虫を採集することが多い。 成虫が小型で寿命が短いこと、気温の高い都市部では、温度管理は必須であることなどから1990年代以降のクワガタシークブームでも注目されることはなかった。世界で30種ほどが記載されている。もともと小さい上に、微妙な色合い、発達の悪い大顎の形状や、全胸セータの形、交引機の形態などによって見分けるため、慣れなければ非常に難しいし、 確実な童定には、双眼顕微鏡が必要となる。また、死有の判別も難しく、鉱山に住んでいることも、本種の生態の解明を阻んでいる。四種が生息する、日本国内で最も個体数が多いルリクワ型属。全胸公園左右量端が尖っている。幼虫は、臨床、地面に渦漏れかけた水分の多い口気に住む。成虫は春季に、 ブナ等の新面に盛んに飛来する。2007年11月、イムラユキは、死ゆの交尾特にオス交尾の内袋を完全に、反転防流させて、形質を比較することで、日本少子学会の英文 CE イライトラに、日本産、ルリクワガタ族の分類を再検討する論文2法、発表した。これらの論文で、高根ルリクワガタプラティカーススーイムラが、 新種記載されるとともに、従来、ニセコルリクワガタプラティカース,スギタイ、キサンチ四国のキー半島に賛する軍とされた。古軍が、キールリクワガタプラティカースアキトレム、九州に賛する軍とされた。古代軍が、九州ルリクワガタプラティカースルシアマイト種に、格上げされ新たに、新種記載、プラティカーススギたの和名は、四国ルリクワガタと改められた。 高ルリクワ型を含めた上記4種は外形的にはよく似ているが、イムラによると私有生殖期の形態が大きく異なる基地種との判別は容易であるとされている。また、ここで新種高ルリクワ型プラティカーススウイムラについては生息地が四国の石槌山の一部であり、産地名の公表が最終者の殺到と乱獲を招きかねないため分布範囲、 生息環境、生態等に関する、より詳細な知見が明らかになり、かつ、保全対策に対する目処が立つまで、産地名の公表は差し控えたいとしており、詳細な現地採産地が公表されない形で、新種記載が行われるという異例の事態となった。また、ルリクワ型プラティカースダリカッテユラスについては、1969年のコルリクワ型の記載以前は、 ルリクワガタ族の各種が、ルリクワガタと称されていたことなどから、混乱を避けるため、種としての和名を、オールリクワ型と変更することが提案されている。これらイムラに従えば、日本産のプラティカース族は次の7種となる。なお、日本少子学会などの調査で、生態的特性の近いコリリクワ型と比較しても、生息密度が高いことや、生息地は、 国定公園や森林生態系保護地域などにより保護されていることや生息地が急峻な社であるため人工構造物を設置することや捕獲は難しいなどの理由で絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律による国内気象野生動植物種への指定は後に見送られることになる。最近新種の記載が多く現在10種余りが知られている。 現在一種余りが知られている。種や亜種の整理がされておらず、いくつか形態などの点で異質な個体群が確認されているものの、ヨーロッパルリクワ型の亜種なのか、独立種なのかもはっきりとしていない。これからの研究が期待される。中国産に極めて近い種類が多いとされている。北、アメリカにはルリクワ型族の他に、口実するニセルリクワ型族と、 昔ルリクワ型族の三族が分布している。ルリクワ型族以外にも、ルリクワ型とつく族がいくつか存在し、それらは、ルリクワ型族ほど金属光沢がない。昔ルリクワ型族、プラティカアップシスと、ニセルリクワ型族、プラティセロドの二族に分かれている。このうち、昔ルリクワ型も、ニセルリクワ型も、あまりルリクワ型のスマートな形状に似ておらず、 ずんぐりして地味な色彩の姿は、ルリクワガタというよりは、ゴミ虫マシ類や、マグソクワガタ類に似ており、化石などで見つかる、原始的なクワガタムシにも形状が似ている。ニセルリクワガタ族、昔ルリクワガタ族、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。